はいどうもフラちゃんです。じゃあ本日はいい加減強化してほしい職業ということで紹介していきたいと思います。まあいろんな職業あると思うんですけども、結局同じ火力職だったらまあこっちの方が強いよねみたいな、まあ要はとある職業はとある職業に対してこう介護感でしかないみたいな、まあそういった感じって結構あると思うんですよ。まあそういったものを差別化するためにいい加減強化してほしいなっていうことで、まあいろいろこう感じてる人は多いはずです。まあというわけで皆さんが望むその強化してほしい職業、今回は4選持ってきましたので、まあ、ぜひともね最後まで見てみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでまずは一つ目ですね、戦士ということで、戦士がめっちゃ強化してほしいんですよね。まあというのも現状今戦士って火力職としては微妙だし、まああとはそのタンク職、まあ要はその HP が高くて守備力が高いみたいな、まあそういった役割としてもちょっと微妙なんですよね。でまあこちら戦士のその唯一無二の存在のその新刃砕き、これなんかはめっちゃ強いんですけど、まあただ最近ではそうでもないというか、こちらですね、あの30秒間敵の与えてくるダメージをまあその効果が入ればマイナス 30% ということで、まあそれが30秒とあとはヘナトス効果うまく入れば2段階入るということなんで、まあこちら物理攻撃を主にしてくる敵に対してはまあ相当効果を発揮するんですよね。まあところが現状を見てみると、基本的に聖守護者の敵っつうのはレベル3になるとまずこちらの新刃砕き全く通らないです。まああとは単純に守備力が高くて戦士の席がそもそもなかったりとか、なんだったら地盤の守備力なんかは、まあ、守備力関係なしの攻撃とか結構皆さんしてくるわけなんで、まあなのでまあこちらですね、戦士はもう実際もうコロシアムぐらいでしかまあかなりこう有効に使えないというか、まあ席がないんですよ。まあそのストーリーとかであれば確かにその戦士で全然いけるんですよね。まあ席があるというよりかは戦士でもいけるっていうのが正しい表現で、別にあのテンプレ職としてまあ戦士が入ることってまあ現状今ないわけなんで、そろそろ強化来てもいいんじゃないかなと思います。まあ正直あのバージョン2の後半ぐらいからやりすぎてしまった感じはあるんで、まあなんかこう戦士を強化するのってちょっと運営的にはおそらく怖いことだとは思うんですよ。まあそのバージョン3でいろいろ対策し始めてね、まあ例えば新刃砕きがそもそも効かない敵とか、なんだったらそのワンパン即死の技をねやってくる敵を出すとか、まあそもそもこう新刃をやってもね耐えられないような攻撃ですね。まあレグナードとか主なねあのいい例だったんですけども、まあそんな感じの敵を大量生産し始めたんですよね、この戦士対策に。まあなのでまあちょっとまあ前までは戦士一強みたいなところあったんでね、まあちょっと戻しちゃうとまた戦士時代みたいな感じになっちゃうんですけども、まあただちょっとね最近ではもうちょっと強化してくれてもいいんじゃないかなって思うんですよ。まあ例えばそのなんかしらねこう技を追加するなりさ、まあなんだったらその兜割りのねあのダメージキャップをもっと伸ばすとか、火力方面で伸ばすのはまあ正直ちょっとナンセンスだとは思うんだけども、まあ、やっぱ戦士のそのもっとこうさちゃんとこう戦士の役割を伸ばせるような感じで、まあ、敵の与えてくるダメージを減らすとか、まあ、守備力なんか今なんかね結構下げやすいんですけども、ただちょっと物足りない感あるんでね、なんだったらこう戦士にそのレボル系の技っていうか、まあ、似たようななんかレボルスライサー系の技をなんか一個ぶち込んでみるとか、なんだったらバージョン 6.1 で新しい必殺技が来るみたいなんで、まあ、それはやっぱ楽しみですよね。どんな必殺技が来るのか、現状必殺技マジで戦士クソザコなんで会心必中、当たってもね全体に約1000ダメージぐらいを結構長めにぶっ放すんで、まあなのでダメージとしても微妙だし、都合よくメタル系が出てるかと言われればまあそうでもないんでね、まあなので、まあ、必殺技をものすごく強くするか、まあ何かしらこう戦士の強みを活かせるような感じの強化待ってますね。まあというわけでこちらまず一つ目戦士でした。はい、というわけで続いてバトルマスターということで、バトマスなんですが、まあ正直最近だと魔物使いの介護官と、まあ、あとは武闘家の介護官みたいな感じなんですよね。まあなんか魔物使いと武闘家の、そのなんか中間的なポジションにいるんだけども、まあただバトマスが有効な敵って実はそんなにいなくて、例えばそのね魔物使いだったら HP リンクがあるんで、まああの結構耐久面として優秀で、さらに中距離から攻撃をできるわけなんで、まあ魔物使いってね結構あの
安全な位置から攻撃しまくれる、まあかなり優秀な火力職なんですよ。で、あとは武闘家なんですけども、長期戦になればなるほどめっちゃ火力出せるんでね、幸運流水からの一戦好きで2999ダメージを連発できるわけなんで、まあやっぱ武闘家ってめっちゃ強いんですよ。その点バトマスってどうかと言いますと、まあなんかこうね、天下無双結構長めのモーションで射程もかなり短い上、まあ与えたとしても2500ダメージくらいかなって感じですね。で、あの敵の守備力が高いと、まあ一気にこうダメージも落ちちゃうわけなんで、まあやっぱりね、あのバトマスって、まあ需要があるとすれば、その、例えばコロシアムとか、コロシアムでも最近なんか需要はなくなってるみたいなんですけども、まああとはそのソロ討伐系ですね。まあ、要は強ボスを一人で倒してみたとか、ミラクルソードとかで、まあなんかね、最悪の王をソロ討伐した人もいるみたいな感じで、まあ本来ね、8人で倒すやつを一人で倒したみたいな感じで、まあ結構そのバトマス自体のパフォーマンスは高いんですけども、まあただ最近ね、火力主義みたいなところあるんで、まあなので、まあそんなね、なんか変な感じの耐久力見せられたとしても、正直パーティープレイじゃ全くもって需要がないわけなんで、まああるとすれば防衛軍とか、まあその辺でギリギリぐらいかなってところなんですけども、防衛軍だと魔剣士がいるんで、結局あの魔剣士に負けてしまうといった感じなんですよね。まあなので、うん、ちょっとどうしようかということで考えると、やはりバージョン 6.1 の必殺技、その辺で何とかしていただくか、なんだったらその天下無双のダメージをめっちゃ伸ばして、その前にもね、同じような動画撮ったんですけど、バトマスの強化についての動画、まあその耐久力めっちゃ少なくして、そのもう一撃与えればものすごいみたいな感じで、ただ一回死ぬとえげつなく火力落ちちゃうみたいな、まあ要はガチのこう捨て身状態にして、まあそうすれば、まあバトマス自体はこう席は出てくるかなと思うんですよね。高速周回とかさね、あの魔物使いなんかは安定的に中距離から火力、武闘家なんかは長期戦になればものすごい火力、まあただバトマスは短期決戦であればとてつもない火力で一気に倒せるみたいな、まあそうすればいいと思うんでね、まあ必殺技の追加とかも楽しみではあるんですけども、まあただ天下無双とかさ、なんかその辺もっと強化してもいいんじゃないかなとフラちゃんは思っております。まあというわけで、こちらバトマスですね、もういい加減強化してほしい職業ということで、まあみんな思ってると思います。自分なんか結構バトマス好きなんで強化待ってますよ。はい、というわけで続いて踊り子ですね。踊り子なんですけども、まあ現状うん、なんつうか微妙な感じにはなってる、正直。まあ最近自分なんか踊り子が強い強いって言ってるんですけども、まあただやっぱいろんなところを見てみると、まあ正直あの火力職としてはちょっと劣ってるかなとは思うんですよね。まあ他にこういろいろね、あのできることはあるんで、まあ確かにこうサポートができて火力も出せるっていうことではものすごく強いんですけども、まあただ本来の役割のその火力面で見ると、まあちょっとね、微妙なところは多いかなってところです。そもそもまずは毒を入れなきゃいけない、この時点でターンを消費します。で、あとはタナトスハント、これなんかは最大ダメージでもうモリモリにしても4000ダメージが限界です。まあなので、まあそうですね、防衛軍とかでは4000ダメージじゃもう火力の足を引っ張ってるわけだし、そもそも毒を入れなきゃいけないっていうことなんで、まあしかも毒って1分なんですよね、その効果時間が。まあなので毒が効かない敵に対してはね、全くもって無力になるわけだし、効きづらい敵に対しても毒をいちいち入れなきゃいけないんで、そのターンやっぱ無駄になってしまうんですよね。で、あとはテンションの吐き口がね、いまいち少ないということですね。まあ防衛軍とかではまあ結構テンション上がるわけじゃないですか。そうなってくるとテンションの吐き口が必要。まあ現状ネメシスエッジとかその辺しかないわけなんで、なのでまあテンションが実際溜まったらどうしようみたいなこと多いんですよね。まあ今でも結構強いんですけども、運営さん的にはもう少し踊り子の火力を伸ばしたいと思っているらしくて、まあなので、まあ前にドラゴンクエスト TV で言ってたんですけども、まあこちらのあのタナトスの上限を伸ばすみたいな、踊り子のおそらく探検スキルの特別版みたいなさ、まあ要は踊り子専用の探検のスキルラインを用意してくるのかなと思っております。まああとは必殺技ですね、まあ 6.1 で追加するんでしょうか。現状今でもまあまあ強いんですけども、ただちょっとね、テンションの上がり方が微妙といえば微妙なんですよね。まあ2段階は上がるけど、なんか3段階目行くかなとか、なんならスーパーハイテンションなんか滅多なことではいかないわけなんで、
なので、まあ、もう少しテンションを上げられるように必殺技強化してくれてもいいんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、もちろん先ほど言った通り現状でもね、もう全然強いんですよ。全然強いんですけども、まあ、ただその火力面で見るとやっぱね、同じ火力色としてはやっぱかなり劣ってしまうところがあるので、まあこの辺踊り子なんとかしてほしいなっていう感じはあります。はい、というわけでこちら、まあおそらくバージョン 6.1 か 6.2 ぐらいで、まあ、強化されるであろう踊り子を、まあいい加減ね、ちゃんとした席を作ってくれと思ってる人は多いと思います。はい、というわけで最後は海賊なんですけども、まあこちらがね相当使いにくいのであんまり火力が出せないわけなんですよね。まあ強いんですよ。おそらく動いてない敵に対していろいろこう、まあ、火力を出しまくれば DPS はねおそらくトップクラスになるんじゃないかなと思うんですよね。まあところがですね、じゃあなんでこれあんまりこう実際には DPS が出ないかと言いますと、まああまりの使いにくさ、まあ要はこちらまあ大砲ですよ。大砲が強いです。大砲がまあ1発あたり1000ダメージぐらいなんですよ。それを3つ置けるわけなんで、全く敵が動いてなくて何にもしてこなければ自分の3段ショットと合わせたり砲撃ブーストと合わせたりとか、ウルトラ大砲を出して、まあ、敵に浴びせたりとか、まあ、なんなら最下の陣とか合わさってればものすごく火力出るわけなんで、まあおそらくものすごいはずなんですけども、まあ、ただ現状を見てみると、まあ、こちらまず大砲なんですが結構 HP が低い、多分1000ぐらいかな、おそらく HP としては。まああとは大砲を置いたら大砲を置いたでその場から、まあ、ロックオンとかしない限りはずっと同じ方向を打ち続けるんで、まあ、なので敵がこのように動いてしまうともう当たらなくなってしまうわけですね。まあ、なのでまずそちらがかなり使いにくい。であとはねこの大砲壊れて同じ方向しかスキル使わないとね、同じ方向しか打てないくせにこれね時間経過でね消え上がるんすよ消えるんすよこちら。もう本当に使いにくすぎる。なのでまあ強化があるとすれば、まあ大砲っすね。なんか一定時間でなんか向きを変えてくれるとかさ、なんだったらこちらの砲撃ロックオン、これまあこれなんですけど、1個だけ今のところ大砲の動きっていうか、その方向を変えることができるんですが、これを範囲にある大砲全部に反映させるとか、まあそうしないと大砲があまりにも使いにくすぎて、海賊がそんなにこう有効じゃないっていうか、まあそのテンプレとしてまず入らなくなると思うんで、なのでまあもうちょっとこの辺ですね、大砲の使いやすさを重点的にこう強化していけば、まあかなり面白くて火力も出せるような職業になるはずなんで、まあこの辺なんとかしてほしいところではありますよね。まあ本当にそこだけですね、海賊としては。まあなんつうかこう強化が来てほしい。まあ正直実装してからね、何ががっかりだったかっていうと、大砲を使いたいけど、使える敵がいないわけなんですね。レグナードなんかは大砲ぶっ壊すとドラゴンビートでどんどんテンション上がっていくし、まああとはそのなんだ動いてない敵にじゃあ使おうと思ったら、まあ、パニガルムとか、まああとはその暗黒の魔人とかさ、その辺だと思うんですけども、まあただあいつらに実際使ってみると、あいつらって移動しないとダメな攻撃ってめっちゃあるわけなんですね。なのでまあ大砲がすぐにぶっ壊れて、ねえさっき言った何だったらドラゴンビート持ってる敵に関しては、そのテンションがひたすら上がっていくっていう、まあ、なので大砲が置けないっていうことになりますし、かといって動いてる敵に大砲を置こうもんなら、まあ動いてるわけなんでね、大砲がそもそも当たらないわけなんで、まあこれはやっぱね、相当、うん、大砲をね、なんとかしていただきたいということで、まあこちら、まああとは必殺とかか 6.1 で何が追加されるのかわかんないけども、まあとにかく大砲だけ強化してもらえれば、本当どの敵にも使いやすくしてもらえれば、まあ全部解決だと思うんで、まあなのでまあこちらですね、海賊ちょっと大砲だけなんとかしてほしいというとこがあります。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回紹介したのはいい加減強化してほしい職業ということで紹介しました。まあ海賊とか、まああとはもういろいろあるけども、まあとにもかくにも、まあちょっと職業の性能自体はいいんだけど、だからもうちょっとね、もう一味足りないみたいな職業ってめっちゃ多いんでね、他にもあったらぜひともコメント欄で教えてください。まあ第2弾の動画も出していきたいと思うんで、まあというわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。